改めまして、プレス、ウルトラ、緑ヤイズ逆の山下大輝です。プレス、ウルトラ、カメラで逆の働かたプレス、そして、本日のゲスト、登場してもらいましょう、こちらの方です。プレス、ウルトラはい、爆豪勝樹役の、いや、もう、キャラって何わかんない。超高めていくから、もう、出ないよ。ホラーみたいでした。確かに。スクリームって感じ。どうも、爆豪勝樹役の岡本信彦です。かっちゃんちゃん、かっちゃんちゃん。ようやく来れました。いらっしゃいますし。やったー。いらっしゃいますし、いらっしゃいますし。確かに、大輝くんの成長がやばい。やばいっすよね。やばいっすよねって思う。著しい。何様だよって感じだけど、やばいっすよね。ね、言っていいのか分かんないけどね。この、はいはい、この前くれ。僕のヒーローアカデミアラジオオールマイト日本。この番組は僕のヒーローアカデミア制作委員会がお送りします。これさえ言えなかったあの大輝くんが。さらっと言ったいやこれ、だって毎回2回目に来てくれたゲストさんが毎回言うんすよ確かに。あ、ほんと？もう山下さんの成長が、つって。石川さんもなんか。カイト君も。まるで親のように上手くなったね。年下よ。年下なのよ。彼はまだ23、4。年下なのよ。でも難しい言葉たくさん知ってるのよ。知ってる。ちょっと今の発言がアホ臭かったですよ。すごかった。やっぱ大小運動って起こるんだね。大小運動。大小運動。パレートの法則じゃないけど。そうか、もう、だから、一人がポンコツすぎると、必ずどちらかが、どっかのポジションに行こうとするんだろうね。そうなんですよ。ってことは、両方できると、どっちかがポンコツになろうとするんだろうね。そうそうそう。もしかしたら。そうそう、どっちに。ありそうだよね。立ち位置が勝手に。だからタスク君はわざとポンコツなんだよね。いや、違う。いやー、そう。いや、もう本当に。いや、それに関してはもうほんと神業的なポンコツ加減見せていきたいですからね、これからも。いや、頑張りますよ、もう。楽しみ。噛み倒していきたい。噛み倒すよね。噛み倒していきたい。人のこと言えないけどね。まあ、俺も言えないからな。インフォメーションで噛み倒す二人なんですよ、もう。インフォメーションってさ、ちょっと難しいよね。なんかちゃんと読もうとすると、なんか。優しい優しいよ。もう、岡本さんが優しすぎて泣いてくるわ。かっちゃんだったら死ねって言うと思うけど、俺は言わないよ。ちゃんと読むやくそがって言いそうだけど。ダメだよ。ダメです。本当に。そんなプレッシャーやだ。そうですね。ある意味プレッシャーですな。一語一句しっかり読もうとするとやっぱね。そうなんですよ。初回生産限定特典みたいのが超言いづらいです。わかる。いやもう、全部優しさで包んでくる。全部わかってくれる。タツ君もポンコツでいいんだよ。やばいな。いや、そんなことよりですよ、もう本当に。優しさじゃなくて何？もうアニメについて喋ってからでもう時間もう10分経ってますよ。え、マジで？いやいやいや。アニメ。